チェコ、野球に洗脳され始める。今年のベストスポーツ部門の決勝に WBC チェコ代表がノミネートされた模様。マータ・ワイラ野球民が欧州に影響を与えてしまったのか。ほんま誇らしいわ。早くアフリカ人に野球やらせろや。170連発するぞあいつら。足も速そう。東欧あたりはあんまスポーツのイメージないし、ええやん。チェコってスポーツなんもないからな。そこで世界規模の WBC なんて見せられたら野球にドハマりしてもしゃあないわ。アイスホッケークソ強いやろ確か。野球楽しいけど簡単な試合するにも大変という。ええやん、もっとヨーロッパでも野球流行ってほしいわ。ヨーロッパの野球って結構おもろいよな。チェコって何のスポーツが盛んなの？テニスのベルディヒ以外誰も知らん。アイスホッケー、サッカー、ガッフェがなぜか言ってたのしか知らない。次の大会ガッフェがチェコ代表監督やりそう。